リングフィットがね、あれなんですよね。実は、仮にスタジオでやった場合でも、無理だっていうことが判明しました。理由、僕がデカすぎる。そう。最近、一番スタジオが複数あるみたいなんですけど、複数人で借りれる場所借りれたらいいんですけど、複数人、大きい場所もあるんですけど、そこ複数人優先されるから、相当難しいですね。iPod Pro かな、まあ、?iPad Pro? なんかちょっと違いがわからないので、大きい方が欲しいです。大きい方が欲しいです。手がでかいので、本当に。以前、キーボードの時で、シフトからシフトをするって言ったんですけど、まあ、iPhone 使ってるんですけど、iPhone 使うとき、基本的に、まあ、iPhone 使ってるのは、Twitter で見ればわかる、Twitter で、from iPhone って出るから、皆さんご存知かと思うんですけれども、まあ、iPhone 買うときも、とりあえず、一番でかいやつって、一番大きいのくださいで、頼んでますからね。手首から、そうそうそう、中指23センチだな。ちょっと、ね、今、定規あるから、一回かかってみようかな。ガサガサ、ゴソゴソ、ちょっと今、机から。手首の、ちょうど、手の境目で、22.5 だ。それも足じゃん。23あったと思ったんですけどね。今ちょっと確かめてみたら、しっかり測ってみたら 22.5 でした。足か。僕足30あるからな。そう、靴ないですよ。どこにも売ってない。本当に悲しい。そう、ボーリングはとかね、アイススケートとか行けないんですよ。靴がでかすぎて。靴がでかすぎて、アイススケートとか行こうとすると、頑張って 29.5 とかが、それでもきついってなるんでね。あと、ボーリングは指がね、やっぱ手が大きいんで、その、重いやつしか、まあ、重くても大丈夫なんですけど、なんだろうな、重いやつ普通に転がすと、あれ、回転、縦回転、横回転しづらくて、縦回転しかしないから、綺麗にスプリットになっちゃうんですよね。スコーンっつって真ん中抜けて、両端何も倒れないみたいな。重いのしかやれないので。Yep. It's not... Plus, you know, in Japan, everything's kind of some small compared to the States or the Europe. So, it's not really small, but kind of small. I mean, it's narrow. It's not spacious compared.The height is not that different, but the space in Japan is very narrow. そうですね。以前、ちょっと仕事行く途中に、ちょっと中途半端な時間だったんで、仕事行ったら、たまたま、仕事先の場所が、たまたまちょっと、住宅街の方を突っ切んなきゃいけなくて、その時ちょうど、通学路だったみたいで、ちょうどその帰宅の時間だったみたいなんですね。なんですけどね、その通学路で子供たちが横切ったし、なんかうわーって走ってきたんですけど、僕の近くだった僕のなんか周りに入った瞬間に若干こう首をこうひそめるようにかがめるようにしながら、くって首をこうちょっとギュッてしながら二人いたんですけど、僕のこう様子を伺いながら一切言葉を発さずに僕の顔を見ながら横切ってって、ちょっとかがむような感じで。で、僕のなんか、その範囲から抜けた瞬間に、でけーって言いながら走ってきましたね。でけーって言いながら走っていったのが、昔あって、未だに覚えてますね、それは。可愛かったなぁ。笑っちゃいました、僕は。あ、つって。あ、面白かった。でけえわーっつって。